はい、皆さんこんにちは。ラウピロテンです。はい、皆さんこんにちは。ゲームズしろです。というわけで、しろさんがね、無事、弁財天をゲットしたので、使ってみたい。へぇ取れるということで、無事、進化から、はい、使っていこうかと。使っていこうかと。その後、更新力使ってね、神立つと使うと思います。はい。で、一応スピードアップが友情コンボかける2で持てるんで、あの爆発のジャックとエデンっていきます。だから弁財天触ってスピードアップして、その後爆発で誘発してエデン拾うとまた加速ができるっていう最強のループが組めるんですよね。加速はもう完全に白爆 EL と相性がいいんで、その相性の良さをちょっと今回見せれればなと。友情コンボ2だもんね。加速に友情コンボね。いや、友情コンボ初っすよね。一発で出てるから、やべえな、クリティカルで、SS 短縮でしょ。早いの正義だな、こういうクエスト。うん、そうっすね、そっか、SS 短縮か、ゲージ切んなきゃ。なんか、あ、でも爆発も決まればいいか。チャックもある。いやー、だいぶですよ、これ。本当爆発あったら。一筆系だったら、本当にこの加速2本、重宝するんじゃないかな。うん、しかも爆発ないにしてもさ、うん、結局また。ないパターンだとこう暴れ回るのに向いてるのに、やべえ、エデン触れれば OK ですもん。今届いてたのかな、またエデンですのかな、はい、これギリ届かなそうですけどね。届くのかな、これを見たいですね。これは届くのかな、届かないか。さっきのじゃ届いてなかったかな。これだけでも火力上がりますもんね、普通に加速したらね。で、自分も一応殴って戦いますよ、うん、していいからな。短縮したいですね、どっちか。おい、まあ、短縮したいよね。はい、白爆衛星か。白爆衛星でも短縮で出るの結構だよな、正義。あ、今いいね、今いい、正義だな。いい当たり方じゃない、はい、加速、加速に結構意外に来そうで来ないかなと思ってたけど、うん、来たか、普通に。さらっとしてきましたね、うん、でも、ほんとに。やっぱ限定についてくるんだね。そう、加速。日本加速。やべえ、うん、強いな、これ。ダブル加速やばい。パーティー。なんか変なかぼちゃいますけど。うん、これもエデンあったら絶対加速2本しますからね。そのコンセルも、池の層に見えていけると。もう一回。絶対届かないですもんね、加速なかった。今なんか、しかもさ、うん、右手に当たるとなんか重くなってたよね。殴ってみてもいいですか、じゃあ。あ、いいよ、確かに。一応、これですね、うん、はい、上良さそうじゃん。短縮します。意外に確かに、机確かにね、短縮できないんですよ。うん、十分十分。こういうクエストは本当重宝するな。便利、便利ですね、クソ便利。周りが友情ちゃんと火力出せるやつだったら、こいつ1本だったらね、別に。今までの加速の弱点って加速以外で火力が出せないとこだったじゃないですか、うん、でもかける2なら話違いますよね。かける2は違うね、うん、火力出せない友情だとしてもかける21本いればみたいなとこありますよね、うん、殴りが単純に2倍になるわけでしょ。そう、まあ大体大体まあ、はい、すげえ、超、はい、極端な、うん、期待値が高いですよね。期待値が高い、期待値ね。ただ2本いらないですよね。2本はやっぱいらない、ね、いらないよね、まあ、2本いたらいたでまたガンガン暴れ回りクエストとかだったら確かにね、2本いいかもしれない。重力上がった、そんでも多く2本使うとこだな。そうですね、まあそうね、進化の方はね、 SS 的にもやっぱりメテオだから1体でっていうところにはなってくるのかもしれないけど、打てんのかなこれ。ボスにて打ちたいんですよね、シールドあるんで。これでも結構短縮できそうな気がする。ちょっともう短縮全力勢、うん、そいや、ちょっと無視すぎた、さすがに。いや、短縮できねえじゃん、はい、次のターン、はい、加速はどうするか、いいですね、自分で爆発、白爆誘発しても、うん、あれだ、残撃仕事すんだ。残撃ってか、ほんとね、ここマザリオ強いんだよね、マザリオ。マザリオさんでも普通に隠れ強キャラですよね、うん、隠れてないか、ナイスナイス。ジャック強いじゃん、こっちもジャックね、こっちもジャック、こっちもジャック珍しい。
ボックス見てこいつなんだってなった。開いたら爆発だったから連れてきた。これはこれも当たんないか。これは当たんないですね。ちょっと手加減してあげたいですね。うん、あ、これいけそう。でもなりそうじゃん。よかったね。これ短縮できないじゃないですか。スピードアップはできるんですよ。まあ早いっすね。やめて、はい、オッケー。もう一周待たないとボスに出てないですね。あ、ボスに出つ、ボスにがシールドあるからいいかなと思った。あ、じゃあ止めるか。いけそうな気がする。ワンパンでしょうね、ボスに。ガーン、いきそうだ、うん、いきそうだね。ザコシで無視してるのか。倒さないか、こいつの感じじゃん。あ、いい感じ、いい、やんばい、いい、やんばい。上ダメ加速したね。あと一ターンね、あと一ターン待ってくるよ。しかもまあでもこの辺で下れば、うん、あれですね。ここでシールドザコも、なんかひたすらザコシール続けます、下の。そうだね、なんか加速ありますからね、なんて言ったって。いい感じ、バカ強っ。残弦があった、いいですね。完璧な動画させないと。ここにも重なってたなとか。オッケーオッケー、それだ、それだ、それだ、オッケーオッケー。めっちゃ重なってたな。これ次のターンで打ち滅ぼしちゃうんで、うん、うん、いい、全部壊れちゃう、いい感じに、はい、うわ最高それ。次もあれするか、もう出させて。はい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 。ダメオはあれなんで、ティアマトが来たらティアマト倒すみたいな感じですかね。今来ますよね。あんま行かないで。こうすな。OK。OK、OK、OK、OK。いや、いいぞ。あ、いいじゃん。その蘇生いいぞ。いいや。これが、シューバッカージャン。シューバッカ、これね、音楽なってるんだ。音楽なってる、音楽なってるバンドみたいな。めっちゃ当たったけど大丈夫、これつくみ大丈夫。強っ、強いね。マメタほんと強いな、強っ。多分机読みの分とシールド、シールドの分ですよね。巻き込んだのかな、多分3個分ぐらいじゃないかな。飛んでないっていうね、相変わらず。乗んないんだね。なんかダンシュート、ダンシュート惜しかったね。でまあメトは文句ないっすね。文句ないね。本当強いっすね。こっち使いやすい、こっちはこっちで使いやすい。使いやすいそうだね。とか。ゲイショット、しかもワープもついてんだよな。これで SS が中途半端なやつだったら正直そんなに強くなかったかもしれないですけど。これがついちゃってるからね。うん、この SS はやったでしょう。クレパト以来ですね。うん、あ、ロザリオ振ってるな。ロザリオ加速祭り。ロザリオ加速祭り。あ、やばいね。これ加速祭りじゃない、マジで。あ、しかもいい位置。いや、いいね。あ、惜しい。これ中央取るから若干入んないっぽい。あ、ちょっとあれか。ずるい。いや、いいですね。相変わらずかっこいい。見せない。ない。あ、これ殴っていいですか。あ、いいよ。うわ、マジかよ。マジかよ。あ、すいません。強っ。いやいや、自分じゃないのか。持ってけるんだ。ギリ打ち出そう。こっから半分ぐらいしかないそう。最初と。おぉ、意外と出た。舐めてた、舐めてた。100万出すんだ。100万誰にしても100万出す。いいっすか、いいよ。
結局こいつはこいつ何でそれ言ったんですか。何だっす、何だっす、本当に弱いっすね、学んだ。いや、中途半端だな。いいんじゃないかな、文句ない感じだな。進化はこれコス1本だけで結構変わりますもんね。つくよみに関してはね、つくよみじゃない、つくよみか。こいつ本当だね、本当もうスペック通りのあれだね、お中心曲できるスペック通りの、うん、強さっていう感じで、うん、なんかカタログからも強いって言われてましたけど、その通りですね、うん、やっぱ白幕とかがいたり爆発いたりするよね、うん、他の味方も白爆、あの便座当たって白爆当たるか、うん、白爆当たるかだけで加速、うん、無駄なく使えるからね。なんか違和感全然ないな、なんかないですね、妥当な、ほんと SS でフィニッシュ系もできるし、うん、加速でサポートもできるし、うん、って感じですか、うん、できますか。でもまあいいですからね、ここからゲージだぞ、普通にいいよね、普通に強い、神クリティカルぞ、ベンテンション、ベンテンション、あこれか、開運両乱ボイスでもあれあんまなんだよ、進化の子かわいいけど短い、ちょっともうちょっと話させてほしかった、あやのよボールもかわいいし、なんかね音楽がすごいなと思った、音楽ね、後ろでも鳴ってるんですか、そう音楽鳴ってる、へー、はいはい、進化です。じゃあ次、はい、神か行きましょう。はい、はい、というわけで、うん、神かですね、はい、ですね。まあアンチブロックしかギミックが対応がないんで、うん、闇属性でカウンターキラーも発動しやすいクエストって言ったんですけど、闇時が結構良かった、ね、闇時で、はい、でダメージオール出ても一応8ターンオーランチで、うん、解除ができますので、今回そちらの方が直殴ります。いやこれマニムジャッキ強いだね、強いだね、これハードもやってか、ケミジャッキってるし、あとさ、これドレインやばいっしょ、これドレイン見てキラーだけでやばかったよ、これ十分どっちどかしてみたら、うん、一発がうまい、一発がうまい、地味だけど、あ、やべ、最悪ゲージ切った、ゲージがあっても状態上回復、一発が重いですよ。かつ乗ってなかったっすよね。乗ってました。誰が今乗ってたかな、はい。乗ってなかったかもしれない。アビロがあったから気が発動しなかった。ナイス。それ超でかいっす。着点当たるとやばいね。やばいっすね。ちょっとやば、確かに。はい。それはお前全然お前みたいな。なんでそうなったマジ。だって今でも最後だってそれがあれでしょ。うん、キラーとカウンターキラーなかったわけでしょ。なかったっすね。あ、こことか超いい。これ当たり子絶対。あ、しかも撃てた、やめろよ。やばいな、絶対許さないかも、あいつらしい。あいつマジ許すマジ、回復しよう、アリスで。いやこっち、ほんと反対したいな。いや、マジで欲しいっすね。俺ワンチャン、2台目引いたら、うん、進化作んなくていいかなと思って、うん、レベル。自分も、多分先こっち作るな。うん、ノマなんでもちょっと使ってみたいんだよね。強そうっすね。そう感じ、あ、どうなんすかね。キラ、あ、18っすわ、ね。どっちも引けてないんですけど。弱取んないとやっぱあれな。カンホと違って、あれそこはそうだね、うん、ダメージ効率の点においてはまあ半蔵民にね、どうしても劣るんだと思うけど、上じゃ切れんかなと思って、あっ、でもいいね、あっ、超いいじゃないですか、上じゃ切れん、いいとこだよ、そうですね、他の友情はこいつだけ、うん、なんかまあまあ、まあ、やっぱ、ね、ちょっとビットンシールドがあるからってのもあるかもしれないけど、差しになった時みたいね、みたいですね。アリスシールド破壊貯めていいですか。神かいな、神かボーレイとイラスト好きなんだよな、神か可愛いっすよね、うん、なんか言ってるのが丸になってて、小鳥ちゃんに見えるんだよな、いい、オッケー、いや、一発は強い、重い、重い、何気に状況勝さん、勘違いさん、レール2ね、出てる。何気に、それ。何気にね。何気にですよね、本当に。おまけだね、あれはね。まあでも。
今ウルカカウンター開きましたし、いいですよそれ。いや強いわ。これやめっちゃいいやつ、めっちゃいいやつ見れた今。見せた、今めっちゃ強かった。やばい威力ですね今。結構右にも持ってかれたじゃないですか今。マジか。今よく今めっちゃいいやつ見れた。飛んでくれてよかったね。うん、まあだからじゃあ100万は出そうだね。そうですね、うん。ぐらいか。ギリギリ100万ぐらい。ボス最後単体にしたいですね。これも強いじゃないですか。これもいい感じなんだ。いや強いよ。これとか変に攻撃しないですね。友情見せたいですもん、ね。うん、友情、なんか友情で削っていくか。で1体でこれでしょ。でもそうなんだよ、そう。だから今1体でこれなんで。そうなんですよね。なんかこれ複数単体運勢なんすごい高そう。違ってくるわ。邪魔だなビットとかまして。あ、これもでもいい感じに飛んでくれれば。若干なそうだな、でも。オーランチャーあるんで。あ、てかオーランチャーそうだ。そう。バリ取ってんのかな。八ターン。オーランチってどうしてるの本当に。どうしたの。ブロックだけでオーランチだ。魅力だもんね。魅力はでも貫通変化あったのが本当強い。魅力はちょっとそこはね、あれが やばかったんで。魅力はマジ貫通変化なのがやばいんですよ。八ターンでそこれは確かにね。超いい位置、それはいい位置。うん、出すか、処理する。でもまあなんかアリスシールドぶっ壊すんで上の。とりあえずアリスはシールドぶっ壊す。やばい時間がない。いい感じに静止が、うん、論評って何だよ。静止、いや分かんないっす。時間はしょうがないけど、無敵、あ無敵か、しょうがない。あれし、ビクトンしたのかな、うん、あ、いいいいそれ、剣取っちゃうな。取っていいんじゃない、打っていいっすかこれ。あ、うん、意味ないけどこれで。あ、でも剣取るからワンパンないとか。ドレインや、今一発7万入ってた。これ強そうだな。これも単純に2つにいきますか、これ、うん、うまい。あれが壊れればこれうまい。てか今弱点ほとんど取ってなかったから、今のホーミング。クロミキで直して、これ今剣取ってるけど当たっていいかな。いいんじゃないですかね。あ、それか、洋館 で、うん、で次も弁財天洋館してみたいな感じにしますか。そしたら剣も取れるし、強攻撃だな普通に。あ、これでいいね、確かに。出る。いいじゃないですか。オッケー。上尺とかじゃなくて右下尺怖い。当たったちゃんと。ああ、まあ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 。純火力見れるですね。うん、いやおかしいと思う。割と強いよねこれ。なんかこう結構モーツァルトの影響で、うん、なんかやっぱガーッてそうなってないと、うん、みたいなので、めっちゃヒットしてる感ありますもんね。あれはやっぱヒットしないようにこれダメージ出てるね。でも多分この子の本領発揮ここじゃないと思うんですよね。読みゼロとか、ああまたちょっと違う強さを発揮するんじゃないかなって思ってるんですけど、ブロックがあってやっぱ闇属性のクエストが違ってきますよね。あとはなんか種族が多かったりしてるところとかは、同種族まとまってるところとかですかね、うん、だから真珠の聖域とかそういうの多かったんで、次の聖域とか魅力もそうだったしね。そうですね、魅力はやりたい方でやってましたね。
いやこいつやりたい放題やるんだろうな。やりそうっすね。いや艦隊ちょっと使いたい、はい、長い長弁財天神か神かですね。でまたおそらく超絶爆絶とか来た時にちょろっと使ったりすると思うんで、うん、まあ、その時、まあ、フレンドに結構当分湧くんじゃないですか。これはまあね、うん、なんで新キャップは安いから、ね、はい、その辺は。でまあ、あとうちの記事とかでもやっぱり圧倒的に神化にする人が多いみたいですね、うんうん、結構ね、うん、こんなに票が割れるかなとは思ったけど神化やっぱでも神化の方が多いね。まあおかしいです、詰め、うん、詰め合わせですもん最近。まあやっぱ AGB アンチャープも増えてきてるし、増えてきてるからそこでやっぱりこっちかね、うん、そうですね。カムイタッキーやっぱ使ってるのがあるか、魅力の活躍とかみんなもう見てきてるから、うん、そうですね。よしは、まあ、今後期待できるキャラなんじゃないかなと、うん、持ってて損はないんじゃないですか。やっぱないよね、うん、はい。なんであそこでも強かったとかここでも強かったとか、はい、ありました。あと艦隊でだったらもっとね、神化やばいっすみたいな使用感あればぜひコメント欄でよろしくお願いします。進化前16カ所だった、欲しいっすね俺進化前が一番好き。イラストいいね、うん、進化前が一番好きなんですよ。いいな、イラストいいな、可愛いっすよね、うん、なんでこの進化前可愛いんだ。このイラストでダッキと一緒なんでしたっけ。それは同じ板描いてんの。それは可愛いわ、しょうがないよそれは。というわけで、はい、免罪店欲しいっていう人はタイトルよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ツイートもやってますしね、はい、SNS もやってます、サブチャンネルもやってますね、それもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ今回も、はい、ザイブ座長、王からお送りました。ナビロッテンでした。シオでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。